さあ、それではこのように、明日行われます毎年恒例イオドール沖縄ライカム最強タッグトーナメントの組み合わせ抽選を行います。アシスタントは前田美咲選手です。喋ってください。喋っていいよ。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、各選手揃っていただきました、これから、まあ、チーム分けどういうチームなのかわからないので、はい、そうですね、はい、それも楽しみなところではあるんですけれども、はい、さあ、では、各選手、集合していただきましょう。はい、円を形にします。前の方に、はい、近い美咲さんには教えてないので腐るの周囲2日は入ってるんです。頑張った入ってる。さあ、これはどうしますか。チーム分けはどういう形がよろしいでしょうか。どうしましょうかね。あの、シャープル、うん、そうですね、はい、まあ、いつもだったらそのマットロックと、ね、はい、セキングの形だと思うんですが、はい、シャッフルしなくてよくないですか。いや、シャッフルしましょうよ。なんでよ。なんとなくです癒しを、まあ、僕もなんと、まあ、せっかくなんでした方がいい。そうですよ、せっかくだから。だって他でこういう機会は多分ないんですよね。ないですよ、ないですよ。はい、はい、じゃあ、うん、ちょっとパーでやってますか。そんな感じで、だってくじ引きとかないから。何でもないですよ。はい、ベストスターばっかり。そうか、だからちょうどグー。あ、そう、今6選手で3チームです。はい、そうなんです。で、グルー、ジョキパーで、はい、そのチーム分けをしたいと思います。あ、わかりました。はい、あいた。じゃあ、じゃあ、温度をお願いします。掛け声なんて言うんですか。なんでしょう。グー、グー、ちょっと、わかりました。はい、はい、わかりました。グーチーパーで分かれましょうとします。分かれましょう。分かれましょうでしょ。はい、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 よろしいでしょうか。ちゃんと映ってましょう。小学校の時以来だよ、こんなに。はい、OK す。はい、はい、グーチーパーで分かれましょう。はい、お前負け。負け。負け。はい、どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様。負けとかないですよね。そもそも5対1のおかしいですから誰に勝ってたって一緒もできるんですよ。違う違う違う、もう一回、もう一回だけ脱落です。いや、脱落トーナメントできないですよ。そうです、もう一回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 。美咲は参加しなくていいんじゃない。え、そうなんですか。今普通に、え、6選手でしょ。お前参加制限、3、4、君はいい。あの、この、今回の参加資格は、週にちゃんとお風呂入ってる人っていう、毎日です、ね、毎日お風呂入ってる人っていうのは参加資格なんで。週にどのくらい入ってますか。週に1回から2回です。資格がないです。1回から2回失格です。あなた失格です。改めてじゃあ6選手でそうですね、はい、はい、チーム分けしたいと思います。はい、はい、ではよろしいでしょうか。はい、あります。グッチーパーで分かれましょう。はい、おお、うわレッカ組。おっしゃー、おっしゃー、イケメンコンビだ。そしてなんで笑ってんだよ。続いてが主任賞、白波セーバー組。おお、なんかなんか強そう。喋らない人たち。一言も喋らない。一言も喋らない。そしてボサマルハイデスカ組。最悪や。なんでよ。外れよ。いや、外れじゃん。当たり当たり。絶対優勝できへん。いやいや、わかんないですよ。今チーム分けできましたけど、これじゃあ、あとは場所はこれどうしていくんですか。どうしましょうかね、これどういう風に分けます。早く死んでいくもん順にします。俺やもん。早く死んでいくって言ったら確実に俺やん。そうっすね。そうっすね。待てよ、これはどうします。なんか、ね、年功序列でいいです。年功序列ですか。はい、じゃあ先キャリア順キャリア順で、はい、はい、型を餃子王って出てる。え、型王って型を餃子王って、ツイキャスでね。じゃあ
じゃあ誰か、誰か、キャリアで言うと誰が一番。あ、私ですね、多分。はい、はい、そうですね。足しましょうよ。足し、な、え、なんで。あ、足した。もう僕は、あ、今日12月29日でしたっけ。はい。あ、デビュー記念日だから。今日30です。あ、30。あ、昨日か。だから13年目に入ってますね。14年目に入ってます。もうややこしいんでやめましょう。13年。キャリア13年。いや、でも多分こっちでしょ。あ、そうです。一番。いや、でも。一番。一番あ、いやでもレッカーレッカーさんの方がまあ、台湾も公務員ならもう中高ですね。あ、おーあれじゃあそっちの方が長い長い はい、19じゃあ、ジョーとネイバーはどのぐらいですか。12ジョーは喋らないわじゃあこっちかな。そうですね、僕らいや、だからシーズン入ってもいいし、その勢いつけるために、こっちから行ってもいいし、そっちの方がいいんじゃない。そうそう、これはもうお任せします。どうする。もう年考えながら、うん、年考えながらやかましいやかましい、いろいろあるけど、確かに今日も朝起きたらなんかもうおしっこ行きとうてしゃあなかったなんか設営の時も何回トイレ行きました。まあ、あの設営の時だけで3回トイレ行ってどんだけおしっこ行きたい。どうしましょうか。どうしましょう、はい、どうします。どうしたらいいんですか。まあ、くんくんさんが、はい、やりたいところで全然どっちでもいいです。いや、勢いつけていくか、はい、もうシードに入るか、これもお任せします。どうしたらいいのか。勢いつけろ勢いつけろ。いや、でも意外と僕、あれなんですよ。沖縄プロレスの時もそうなんですけど、休み明けよりも連戦重ねてった方が調子がいい、うん、あ、なんかレスラーって2試合目の方が動きがいいとかって、ね、そうそう、調子が良かったりするんで。そうですね、こう言いましょう。あ、ですか、分かりました。こう言いましょう。はい、じゃあ、中央、はい、うん、まず、はい、レッカ入らないだろ。ちょっと待って、三崎神奈組は出場しないんですかって聞いてる。三崎神奈組はね、何しても不安ですね今。いや、ちょっと待ってよ今、ちょっと今、レシカって書いたけど、レシカごめん、やっぱこっちでいい。なんなんそれ、ずるいずるい。こっち、や、先輩やぞ。いや、もう、帰っちゃってるでも。大丈夫、大丈夫です、はい。お前、一回、もう一回だけですよ。一回だけ。もうダメ、もうダメですよ。あ、書いた。あ、なんだ、ずるい。わ、キャリア、キャリア、うわぁ。ありがとうございます。白い紙貼りましょう。じゃあ、いいんですね。あそこでいいですね。稲妻。稲妻。いいですね。そんなことが許されるの怖いな。なんてこと。じゃあ、グループマスクレッカー組はシードに入りました。イエーイ。じゃあ別に選ぶ人はないと思うんですけど、そうそう、もう1回戦敗退だから。いやいや、分かんないよ、僕たち仲いいですからね。ないとりあえず心で通じ合ってますね。ない、ない、ない。一応場所どっちに書きたいですか。どっちも同じなんですか。ごめんごめん、ちょっとあの綺麗なの、綺麗な、めっちゃ消さなあかんやん。出てね。後でやりましょうか。お詫び。じゃあ真ん中、ゴサマル、ハイビスカス、ミーでいいですか。はいはいはい、大丈夫ですか。もういいですよ。はい、わかりました。はい。あ、こっちに入れる。餃子を片を。餃子を片をって出てましたね。グルクンさん、連戦で調子いい話はどこに行ったって。いや、あのね、多分もうスタミナを考えたんでしょうね。あと寒さを考えたんでしょうね。強権発動。寒くこそトイレ行きたくなる。そうそう、室内だったりとか、1試合持たねえなと思った。じゃあ残るは、じゃあここがいいですね。ジョー、セイバー、はい、あ、帰っちゃったっす、帰っちゃったっす、はい、なんか不適されて帰っちゃったっす。わかります、じゃあここは、はい、もうちょっと綺麗にしておきましょうか。そうですね、はい、ちょっと一人しかいないけど、はい、ジョー、じゃあここで、あ、はい、ということで、じゃあ明日の一切言葉を発しない、発しない、よもろきなライトの最強タッグトーナメントは、まず1回戦、はい、首里城、チラミセイバー組対
ハイビスカス右小様の組ということです。はい、でその両チーム勝ち上がったところと、はい、レッカー、フルクンマスク組が戦って勝った方が優勝と、うん、ことになります。さあ、どのチームが優勝するのか、このタッグトーナメントは明日、明日ね、明日、はい、明日、ぜひ明日も、4号6期のライカムへお越しください。お待ちしております。アシスタント前田美咲でした。はい、そして進行神田邦弘でした。ありがとうございました。ありがとうございます。Hey.